シンプルにしたいと思ってます。今風にすると僕らが作る必要ないんじゃないかと思ってきてて、できたらライトに楽しく遊んでもらいたいと思ってるんですよ、うん。波動拳、波動拳、皆さんこんにちは。日本元気にする YouTuber 小本義です。今日はですね、またあのパロ2の企画会議をしてみようと思ってますんで、いつものメンバーでやらせてもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろこう変わったことが起こってまして、開発費を出すはずだった会社があんまり出せなくなったりとかその代わりにですね、あの他のところは引っ張ってくるんで全然大丈夫なんですけど、プレイした感触なんですけど、シンプルにしたいと思ってます。はい、あの今風にすると僕らが作る必要ないんじゃないかと思ってきてて、なるほど、せっかく俺らやからシンプル長いんちゃう遊び方はでいて、はい、その通信速度の話とかっていうのは今風にするっていう、タイムスリップして今に来たみたいな。なるほど。僕は言ってて、で確かにそのシンプルにすればするほど見た目が地味になってしまうこととか、うん、もろもろ問題点はあるんやと思うんやけど、やっぱりあの頃の懐かしさが僕は欲しいし、うん、なんだろうな、積み上げてきた人たちが住めない世界じゃなくて、今から始められる子、格ゲーって昔の人たちがずっとやってるやつやねじゃなくて、俺たちが始めるみたいな感じがあってほしいなと思ってて、うん、なるほど。結局そのおじさんたちが格ゲーをやってて、若い子たちが、フォートナイトしてるみたいな、そんなこう炭焼けになってるような気がしてて、今の子たちにも対戦格闘っていうのがおもろいねんでっていうのをちょっと伝えられたらええなと僕は思ってますみたいなので、まあ、せっかく俺たちがするんだってことも込み込みでシンプルなのにこだわってみたいなと思ってますっていう、そんな話です。こういうところを狙うんであれば、うん、既存のやっぱりあのいわゆる対戦格闘ゲームのルールにあんまり縛られない方がいいですね。うん、そうやね。大体やっぱり、まあ、シューティングゲームなんでもそうなんですけど、うん、同じようなジャンルをずっとやってると、まあ、あの、岡本さん言った通りで、結局、古参、古い人たちだけが。古参、はい、古参、はい、はい。そうなの、そうなの。だから結局、古い人ばっかりがするじゃなくて、やっぱ新しい人たちに入ってほしいっていう強い思いがあるのと、で、あ、なんだろうな、本当にガチで遊ぶっていうのも、やれてもええんやけど、やれてもええんやけど、できたら、ライトに楽しく遊んでもらいたいと思ってるんですよ。うん、シンプルだけど奥深いよねって言わせたいですよね。そうです。うん。それは言わしたい。この間もらった、あの、よかったよ。あ、本当ですか。ありがとうございます。ちょっとまとめた感じではありましたけど。うん。あの、うん、ちょうど風間くんが着ぐるみ着てるような感じの。いや、もっとでかいです。絶対もっとでかいです。2メートルぐらい絶対ありますからね。そうだったから。風間くんの着ぐるみのやつやなって思って。まあ、コスプレするんだったら私かなって感じしますよね。そうやろなんか新しいネタ考えてきましたか皆さん。一応今のシンプルっていう方になるんだろうなって勝手に思ってたんで。正解。完全に新しいルールでいきます思い切って、まあ、既存のものにこだわらない方がいいかなと思いますね、やっぱり。お、いいこと言うのすごいな。それやったらもう、はいはい、パロディでもなんでもない、ね、昔のメンバーでゲーム作ってみたいな。まあ、その方がいいよな。これの繰り返しなんじゃないですかね。だから、その、全然違う方に行くんですけど、こう、入り戻し。まあ、というか、普通に戻していくみたいな。その手戻りを楽しんで作りましょうみたいな。あ、そんなこと最初に言ってくれる人いないよね。ですね、つまり手戻りはある程度は確保してるっていう。そうですね、あのダッシュの時はスト2があったし、ターボの時はダッシュがあったしみたいなんで、やっぱりこう土台が変えたらあかん、あんまり変えたらあかん土台みたいなのがあったのはあったので、うん、作りにくいとはいえ作りやすかったっていう。まあそうですね、変な言い方やけどね、何を変えたらいいかどうかは明確でしたもんね。うん、だから今回はじゃあ変えるかっていう話になると、おって
これはおってなるんで、どんなやろ、俺でも操作できるとか言うたら、はい、そのこんなコントローラーでも遊べるとか、はいはい、みたいなことをもうぼちぼち決め打ちしていかんとあかんってことやな。ほんまコントローラーももう今やパッドでやる人の方が結構多いですからね、うん、まあ、3割から、まあ、下手したら5割ぐらいパッドでやってる人も多いんで、まあでも当たり前ですよね、対戦格闘ゲームやるためにあの、まあ、2万円ぐらいするコントローラーを買うわけですよ、みんな、うんうんうん、私もそうですけど、ちょっと敷居高すぎますよね。うん、うん、ゲーム代プラス2万円、うんうん、あの携帯アプリの世界にどっぷりで2万円が安く感じてしまう僕がいるんですけど、いやいやいや、ちょっと課金すら2万いっちゃいますからね。課金ならシュッと消えちゃうんで、まあだから今週もやから、もちろんそっち方向にの価値観で、あの僕らもそれを忘れずに行くつもりでおるし、まだ離れて10年しか経ってないから。ちょうどあれですね、なんかスマホが出てきたことね、今週の勉強のし直しとかいろんなことをせなあかんやろなと思ってるところです。皆さんからいろいろご意見聞かせてもらえるのは助かります。戻るのねすごい難しいよ、携帯アプリに来るのもすごい難しかったから、うん、本当にね、昭和基礎の思いで来たのこっち側に、携帯アプリのとコンシューマーのってやっぱ違うんで、すごい実は苦労したんよね。今西谷くんの思う操作方法とかって、はい、こんな感じのゲームとかってなんかボワッとイメージしてるものがある？そうですね、あのやっぱりあの、まあ、前もちょっと言いましたけど、あの既存のものを寄りにするか寄りじゃないにするかって、まあ、私は両方考えてたんですね、うん、で、まあ、一応寄りじゃない方でということだったので、まあ、今聞いたのでそれで考えて出せんでいくと、まあ、例えばですけど、あの頃ってちゃんと思った通りにこう、なんていうかね、とりあえず操作できるっていうのがちょっと一つだったと思うんですよ。なんで例えばしゃがみとかもありましたけど、まあ、しゃがみとかってやっぱり複雑な要素を生むじゃないですか。ほう、なるほど。なくしてもいいんじゃないのかなと思ってるんですね、うん、あれはストアにあったからそのままトレースしたんだよね。そうです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 、やっぱり動かせた方が気持ちいいっていう方を優先したわけですよね。はい、まあ、だけど、まあ、いろいろ考えてみると、まあ、別になんか下段攻撃がまあなくてもいいし、まあ、あったとしても別の出し方があってもいいかもしれないし、もうちょっとそうすると操作が楽になるじゃないですか。なんかそうやってあの、まあ、絶対必要じゃだとは言えないところをうまくこう、まあ、なくしていったり別のものに変化させていったりしたらいいんじゃないのかなって私は思ってます。なるほどなるほど、はい、自然に斜め後ろ入れちゃうね。入れちゃいますよね。例えばですよ、斜め後ろに入れてなんかキックを出したら、うん、あの足払いが出てもいいと思ってるんです。しゃがみっぱなしっていう行為を入れなきゃいいという感じですよね。そうですそうですそうです。それも例え話だよね。例えです例えです、はい、うん、もう一個いい、ちょっとわがまま言うて、格闘技好きな人間からするとフェイントがあんまりないよね、やっぱ格闘技って。うん、なるほど。後ろレバー入れてパンチ打つとそのフェイントにするとかっていうのがあれば多少、はい、あ来たと思ってこうやられてってやられてガード入ってそのパッと掴みに行くとか、うんうん、かフェイントありの方がおもろいような気がするんですけどね。面白い。フェイントがないから打って打ってになってる気がするんだよ、うん、今の格闘ゲームだとその小技とかを打ってその、まあ、中攻撃だと思わせてその、まあ、差し返してきたところを叩くみたいなそういうことはしますけど、うんうんうん、まあ、多分見てる方からするとあんまりよくわからないんですよね、そういうの。あ、なるほど。比較的に、うん、なんかその難しいことはやってるんですけどその読み合いの中では、うんうんうん、でもその一般の人が見てそれが分かるかっていうと多分分かんないですよ。やってる方は分かりますけど、それみたいなのがこううまく計算して使えるようになると今までの格闘技よりコンマ何秒かを争うゲームならへんかなと思っててっていうのを今日言うべきだなかどうか悩みながら今日にしてみた。やっぱりあの昨今オンラインでやることが多いじゃないですか、うん、やっぱりオフラインでやるときとオンラインでやるときって、まあ、ちゃんとやってる人たちはゲーム性変えてるんですよね、うん、要はラグがあるのでそれを前提として遊び方にしているんですよ。なるほど。見て反応できるものと反応できないものがあるじゃないですか、うん、やっぱオンラインだとどうしてもできないものが増えてくるので動きを変えるんですね。なんであんまりやっぱシビアにしてしまうとそういうのがどんどん増えちゃうんですよね。もう別のゲームで遊ぶみたいな感覚にちょっとなるんで、うん、
ちょっとだからそれも難しいところですね。はい、ガチの格闘技のこと考えるとやっぱりフェイントがないと面白くなくて、うん、いい案ですね。はい、いい案です。それをうまくこう詰めれる何かがあればいいのになと思いますね。まあ、実際あの対戦格闘ゲームって、まあ、大枠で言うとやっぱり先になんか動いた方が負けやすいんですよね。そうなんで、動いた方が負けなんだよね。そうなんですよね。だ良くも悪くもやっぱり足払い合戦になったりとか、空振りになんか技をぶっ込むみたいなゲーム性になりやすいんですよ。うんうん、でですよ、さっき言ってたそのフェイントみたいのがあると、またちょっと違った駆け引きが作れるのかなとも思いますね。はい、面白そう。はい。じゃあそんなことで。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。お疲れ様です。